けど、魔幻空間を作り出せるのは上級コーマだけや。もしかしたらや、アナスタシアさんは。全員慎重に行動せよ。この奥にアナスタシアさんがいるんでしょうか。おそらくな。はい、ペジェローさん、閉じ込められました。これもアナスタシアさんの仕業。どうして。コーマの反応がある。備えて。みんな、私たちの邪魔をしないで。コーマを撃破せよ。急いで片付けるぞ。これで終わりだ。これでどうだ。これでも食らえ。行くぞ。協力して。ハサミにお任せ。これで終わりだ。急いでるか。同様だ。大丈夫。これでも食らえ。いけるか。プラスタシオさん、絶対に何か理由があるはず。これでも食らえ。進むぞ。アナスタシアを見つけるんだ。私が行きます。行くぞ。これが根性ですね。行きます。霊力の高まりを感じ。今の攻撃は。アナスタシアさん。アナスタシア、本気でやり合おうってのかよ。アナスタシアさん、教えてください。あの言葉は全部嘘だったんですか。一番弟子だと言ってくれた、いい公演だったと言ってくれた、あれも全部嘘だったんですか。そう、全部嘘よ。現実を見なさい、サクラ。私はあなたたちの敵よ。アナスタシア、やめるんだ。遅い。私を追ってきても無駄よ。アナスタシア、どうして私をあんなにも一生懸命支えてくれたのに。訳を話してくれ、アナスタシア。どうしてこんなこと。行くぞ。闇を切り裂く神速の槍。さくら、今目の前の敵に集中しろ。すぐや。この
これでも食らえ。これで終わりだ。先へ進むぞ。待ってください。さくら、清十郎さん、私たちアナスタシアさんを見つけて、それからどうするんですか。アナスタシアさんを探して戦う。アナスタシアさんを倒すの。わからねえが、この状況、そうなる可能性は高いかもな。アナスタシアさんは本気で私たちを攻撃してる。でもアナスタシアさんを倒すなんて、私やっぱり嫌だよ。とにかくアナスタシアを見つけるのが先だ。行くぞ。清十郎さん、はあ、行きます。二刀両断、せい、遅い、行きます。せい、行くぞ。やあ、せい、行きます。はあ、やった。やあ、はい、追ってこないで。これ以上は手加減できなくなるわ。神山さん、その先の区域に多数のコーマ反応があります。アナスタシアさんの罠ってこと？上等だよ。この程度で止められねえってことを教えてやる。行きましょう。そして本当のことを教えてもらうんです。行くぞ。これでも食らえ。行くぞ。アナスタシア、しつこいわね。最後の警告よ。これ以上は命の保証はないわ。引き返しなさい。それは聞けないな。俺たちは必ず君を連れ戻す。バカな男。みんな油断するなよ。行くぞ。行きます。行けるか。そう、決める。になってしまったのか。俺たち、闇を切り裂く神速の刃。無理よ。これはあの方にしかできないこと。アナスタシア、もういいだろう。訳を話してくれ。まだそんなこと。いい加減にして。霊力反応極大、何かいます。気をつけてください。何を手間取っているの。アイスドール、あなたの望みを叶えてやれるのは私たちだけ。それを忘れないで。はい。貴様、アナスタシアに何をした。私は何もしていませんよ。全てはこの子の選択。
あなたたちを裏切り、あなたたちを殺すのも、すべてこの子が望み、選んだ運命です。まずはコーマを撃破するぞ。そしてアナスタシアを探すんだ。くそ、やりづらくてしょうがないぜ。ほら、そろそろ行くとしました。てはい、ほらはっ、えやっ、ほら、決める。青い空をかける天の衝撃、コーマ全滅しました。アナスタシア、反応を見つけました。ただ先ほどの夜叉の機体反応もそこに。分かった。気をつけろよ神山。あの夜叉の機体、すげえ禍々しい気を感じた。恐ろしい力です。まるで闇を塗り固めたような。超えてみせる。行きます。はい、はい、アナスタシアがこの先にいる。そしてヤシャも。厳しい戦いになるだろう。気を引き締めていくぞ。はい、絶対にアナスタシアさんを取り戻しましょう。よし、行くぞ。アナスタシア、そいつから離れろ。そいつは君を利用しているだけだ。だから何？私もあなたたちを利用したわ。私の望みを叶えるためにね。アナスタシア、もう引き返せない。私はあなたたちを倒す。惹かれ合う者たちが殺し合う最高の舞台です。お前は一体何者だ。いい加減正体を見せろ。その仮面を取れ。我が名はヤッシャ。それ以外の名などありません。なんて元気。やっぱりあなたは。ゆっくり考えてる暇はねえぞ。ヤッシャが来るぜ。アナスタシアさんも攻撃してきます。聖獣郎、指示を。全員ヤシャを狙え。ヤシャを倒し、アナスタシアを救い出す。了解だ。絶対にアナスタシアさんを助けましょう。ヤシャは強敵でも負けない。聖獣郎さん、やりましょう。ヤシャが相手だけど大丈夫か。合体攻撃準備完了。二人の心を合わせるんだ。行くぞ。転校生を紹介する。あなた。君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破始動。アナスタシアさん、あなたは嘘をついています。青い空をかける天の衝撃、全て真実よ。私はあなたの仲間なんかに。あの公演、あの喜びは絶対に嘘じゃなかった。みんなが心を一つにできた。ヤシャ、
アナスタシアさんに何をしたんですか？知りたければ私を倒すことです。無理だと思いますけど。行こう。闇を取り去る神速の槍。よっしゃ、あの目的は何なんだ？教えてあげますよ。あなたたちが絶望した後に。これはどうしたんだ？無限が動かない。あなたたちの量子水晶は我が剣で闇に落ちました。動けないでしょう。そこでおとなしく見ていなさい。ヤシャ様、ご苦労でしたね、アイスドール。さあ、それを渡しなさい。待ちなさい。愚かね。量子戦闘機も武器もない。それでも私と戦うつもりですか？ヤシャ、お前の目的は何だ？アナスタシアを利用して何を企む？私の目的、それはこれを手に入れることです。私の刀。これこそ私たちが探し求めてきた神器。帝都を斬り、玄都を呼ぶ剣、すなわち定剣。定剣、スミレさんが言っていた。これさえ手に入れば、もはや全ての目的はなったも同然。アイスドール、あなたの働き見事でしたよ。それでは、あなたの願いを叶えて、愛する家族に会いに行きなさい。アナスタシアさん！よっしゃ、貴様！騙してたのね。騙す？ちゃんと家族全員蘇らせますよ。私たちの傀儡としてね。やらせるか！これさえ手に入ればそいつは用済みです。好きにするがいいわ。家族のところに行けず残念でしたね。キャプテン、みんな。アナスタシア、喋るな。傷が。ごめん。アナスタシア、死ぬな。アナスタシア。ご観覧の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。決勝戦でベルリン歌劇団に挑むはずの帝国歌劇団は時間までに到着しませんでした。報告では本拠地である大帝国劇場ももぬけの殻。これはおじけづいて逃げたとしか考えられません。あるまじき事態、歌劇団の恥です。ですが結果は結果、帝国歌劇団の危険により優勝はベルリン歌劇団と決まりました。ここに全世界の歌劇団を解散し、ベルリン歌劇団を中心とした新たな歌劇団、
ウルフ歌劇団の設立を宣言すると、建前はここまでかな。歌劇団対戦、面白い茶番だったよ。仁義帝権は我が手にあり、今こそ帝都が滅ぶ時だ。今ここに幾千の煮えとなる魂と封印を解く鍵が揃った。イデイはゲントよ。花組出撃よ。了解。次回新桜大戦花の定め、大正桜にロマンの嵐、必ず全員で生きて帰るのよ。